この世界のどこかにあるかもしれない、とある小さな学校に、ズンダモンちゃんという女の子が通っていました。ズンダモンちゃんは生まれつき体が弱く、運動が大の苦手でした。特に長い時間を走ることが大嫌いでした。そんなズンダモンちゃんにとって、来月開催される全員参加のマラソン大会は、1年で一番嫌なイベントでした。今年は仮病を使って欠席しよう。そんな風に思っていました。お前はそれでいいのか、悔しくないのか。今年から担任になった青山先生です。青山先生はズンダモンちゃんの浅はかな仮病作戦なんてお見通しです。人よりできないと思うならどうして人より努力しないんだ。できないままの自分でいいのか。お前はこれからの人生もずっと自分自身に負け続けるのか。僕だって本当は悔しいですのだ。よし、よく言った。明日から先生と特訓だ。先生。青山先生の熱い言葉を聞いて、ズンダモンちゃんの心の奥に火がつきました。そして気がつきました。自分は確かに体が弱いけど、弱いなりに頑張るということをしてこなかった。最初から諦めて逃げることばかりしてきた。そして嫌なことから逃げるたびに自信をなくして自分を嫌いになっていた。もうこれ以上自分を嫌いになりたくない。ズンダモン、順位なんてどうでもいい。ただし自分にだけは絶対に負けるんじゃない。辛い、苦しい、休みたい、どうせ自分なんてダメなんだ。そんな甘ったれた弱い自分に絶対に負けるんじゃない。お前はできる、何だってできるんだ。本気を見せてみろよ。新しい強い自分に生まれ変わるんだ。そして自分自身を思い切り褒めて抱きしめてやれ。はあ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 、僕は絶対にできるのだ。青山先生とズンダモンちゃんは1ヶ月の間、毎日毎日トレーニングを続けました。汗と涙と鼻水を垂れ流し、膝をすりむき、豆を潰し、ズンダモンちゃんは生まれてから一番頑張りました。もう1ヶ月前のうつむきがちなズンダモンちゃんはいません。ズンダモンちゃんは美しく輝いていました。そしてマラソン大会の前日がやってきました。ズンダモン、今日までよく頑張った。あとはゆっくり寝て本番に備えよう。先生、ありがとうなのだ。ズンダモン。先生。いい感じになった二人は校舎の陰で初めてセックスをしました。ズンダモンちゃんはもちろん、青山先生もこの日まで童貞だったのです。二人は初めて味わう異性の体に夢中になり、けだもののように何度も交わりました。そしてこれ以上ない幸福感で身も心もいっぱいになったのでした。セックスの虜になった二人は翌日も仮病でマラソン大会を欠席し、一日中気持ちよくセックスを楽しみました。幸せそうでよかったですね。めでたし、めでたし。